大変お待たせいたしました。うわぁ、失礼いたしません。もうマッチョはやっぱり気になります。あ、ちょうど到着して、ちょうどオープニング。あらまあ、大丈夫ですか。はい、すいません、お待たせいたしました。そうですっけ。1時間待ってるよここで、ずっと、うん、寒い中お待たせいたしました。ある方が自分の中で日本一美味しいステーキ屋さん旅に行こうよと、ということで上野に来ています。すみません、邪魔しちゃっていいですか。いや、どうぞ。おお、よく聞いてました本人。マスター80年の歴史の肉、うん、どうぞどうぞ。いや、おしゃれ。あ、もうこれはに、あ、全部ビビる。ほら、すごい。はい、実家にいます。実家にいますよ。え、これもしかして松井館長じゃん。松井館長ってフィギュア、え、館長がいる。これなんとはフレンドですか。フレンド、うん、すごい。館長がいる。一緒にあのスワットなんか一緒にやってたの。え、真中がマスター。この時17人来たの、K1 の人が。K1 選手だね。カメラ選手。うわー、とんでもないステーキ屋さんできました。これだ、釜で焼くステーキ。全部和牛ですからね。全部和牛。ちなみにさ、マスター、はい、松井館長を頼んだのって覚えてます。館長はいつも700から800。館長に勝てないね、うん、空手に負けて、空にも負けて、もう終わりだな。一緒にあのスクワットも一緒にやってたの、僕は。館長は股関節も両方ボルトが入ってる。僕は肩にこうやって250キロぐらい。そうですね。そのぐらいパワーが出て、一緒にやってた。ここ、あ、これ、あ、これいつもこれ頼んで、これ450でしょ。はい、450。じゃあ十分食べられる、はい、女の人も食べてる。そんな、あの、女いないか。男3人です。すいません、またふざけた。食べれるでしょ。そう、そんな、じゃあ残ったら食べる。知ってることないよ。これがステーキソースで、これがサラダのソース。あー、こういうさ、モンスター落ちちゃっていいですか。悪いことしてないから大丈夫。モンスターって聞いていい。さっき松井館長とフィギュアの、うん、あの年齢見るとフィギュア20何歳ぐらいですか。まだ28歳。わかんない。でもあれも彼は世界チャンピオンになってからだから。セキュアチャンピオンで27ぐらい。え、ここで何年間ぐらいやったんですか。うん、52年。すいません、今日よろしくお願いします。いいですか、もう。はい、はい、お願いします。はい、すみません。昨日ももう5時から9時半までめちゃくちゃ忙しい。忙しくて、もう大変だった。52年間毎日。もうね、1週間に1回しか休みがないから今。もっと休みたい。前は2時まで年中無休だったのに。2時、え、2時までね、夜の。今はもうね、10時で終わりです。疲れてダメ。疲れてね。体は一つしかないから。忙しいから。あ、うん、マスター、はい、お忙しいところすいません。はい、釜で焼こうと自分オリジナルに考えたんですか。はい、もうね、炭で焼くのが一番美味しいからね。間違いない、炭で分かるけど、はい、釜、何釜に入れようとしたんですか。釜を入れないと、大きさにしないと、はい、15枚ぐらい一緒に焼くからね。大変お待たせいたしました。うわ、失礼いたしません。うーん、ふふふ。ありがとうございます。
プレートが難しいのかな。マスター本人が来たぞ。また見えるわ、なんか。フォークライス。フォークの？はい。人生初の450gの和牛、違う、野球じゃなくて和牛いただきます。時間調、あとケンさんすいません、お席いただいて。ケンさんはね、5人で来たのいつもこの席。ケンさんはそう座ったんですか。いつもどうぞ、あったかいうちに食べられて、はい、いただきます。はい、いただきます。ちょっと、やばいやばい、こっちだった。どうだと思います。油が乗ってますよ、皆さん。お釣りどうですか、これ。いただきますよ。神様、生きていてありがとうございます。食べてから、じゃあ行きますよ。いただきます。どうすか。どうすか。コペターが落ちちゃった。どうすか。噛むが噛むほど肉汁が溢れて、口の中にもうお祭り。祭り。まだ冬だけど、もうおみこし。意外とうまいから、ほら。もう歯がいらないんだよ。意外とね。松井さん、ちょっと戦えるような気がする。うん、戦えるような気がする。松井さんはね、800ぐらいだからね、いつも。いつ来ても800。いや、もう俺、ぜひ次800にするんだ。美味しいから大丈夫よ。ペロッと食べちゃいました、ペロッと。食べやすいでしょ。柔らかいもん。ね、柔らかくてね、ちゃんと食べやすい。ずっと噛んでても、肉汁が出てくるんだよ。うんうんうん、ありがとうございました。もうほんまにもう掃除してるじゃないですか。大丈夫ですよ。もう掃除してさすが和牛の油のしつこさってイメージあったのよ、俺の中では。まあ、そんなに食べた経験ないんだけど、全くなくて、もう普通の赤身の肉を食べてる感覚が、もう肉ジュースも肉汁もすごくて、一瞬飲み込むじゃん。歯がいらない。歯はいりますよ。今はまだ歯必要だけど、この店に来る時には歯を家で忘れちゃっていいんですよ。必要ない。家に戻らなくていい。おっす。おしゃれですね。かわいい。食後のコーヒー、食後のアイチュー。食後のアイチュー。あー、うまい。おーす。ゲイン。ゲイン。ゲイン。東京上野に来たら、ゲインでタンパク質補給しないと人生損します。こう見えてこの細い入り口、あの中の歴史は重たい。そしてお肉も美味しいです。よー、ユニダックス、ありがとうございます。ごちそうさまでした。こんなエンディングでいいですか。ごちそうさまでした。今日はいい夢を見ます。牛に感謝、日本の牛に感謝、うん、柔らかいお牛、ね、美味しかったですよ。もう動画やめよう。